戦国演舞絆プレゼンツニュージャパンカップ2017一夜明け会見を始めさせていただきます。昨晩開催されました新潟大会ニュージャパンカップ2017優勝決定戦、柴田勝頼対バッドラックパレの一戦は柴田勝頼選手が勝利いたしまして、見事ニュージャパンカップ2017を優勝いたしました。そして来る 4.9 両国大会での岡田和親選手が持つ IWGP ヘビー級への挑戦を表明いたしました。今年のニュージャパンカップも各地で熱戦となり、素晴らしい盛り上がりとなるシリーズとなりました。誠にありがとうございます。それではここで4月9日両国国技館で行われます大会の全カードを発表させていただきます。お手元の資料をご覧ください。戦国演舞絆プレゼンツ桜ジェネシス2017第0試合、デビッド・フィンレイ重心サンダーライガー中西学対北村克也岡智之川戸平井。第1試合、タイガーマスクタイガーマスクダブル永田裕二真壁東儀対チェイズ・オーウェンズ高橋裕次郎タンガロア玉トンガ。第2試合、バレッタロッキーロメロ吉橋対高道の区エル・デスペラード鈴木実。第3試合、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャレンジャーチームジャドーゲドー対第50代チャンピオンチーム太一金丸義信。第4試合、矢野徹石井智弘対バッドラックパレケニーオメガ。第5試合、リコシェ田口隆介ジュース・ロビンソン田中宏対武士イービル真田内藤哲也。第6試合、 IWGP タッグ選手権試合、第74代チャンピオンチーム小島聡天山博義対チャレンジャーチームハンソンレイモンド・ロー。第7試合、ネバー無差別級選手権試合、第15代チャンピオン後藤博之対チャレンジャーザック・セイバージュニア。第8試合セミファイナル、 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャー櫛田対第76代チャンピオン高橋ひろむ。第9試合メインイベント、 IWGP ヘビー級選手権試合、第65代チャンピオン岡田和親対チャレンジャーニュージャパンカップ2017優勝者柴田勝頼。以上となります。他の大会のカードに関しましてはお手元の資料をご参照ください。それではここでニュージャパンカップ2017優勝者にして次期 IWGP ヘビー級挑戦者となりました柴田勝頼選手にご登壇いただきます。応援してくださったファンの皆さん、ありがとうございました。この度ニュージャパンカップを優勝して岡田の持つ IWGP に挑戦する権利を得ました。以上です。はい、分かりました。それではですね、ここで、柴田選手に対しての、質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。どうぞ。柴田選手、昨日のですね、試合後のコメントではちょっと、岡田選手に関するコメントがちょっと多かったので、はい、改めてですね、昨日のちょっと決勝戦をちょっと振り返っていただきたいんですけども、はい、で改めて、巨漢のバッドラックパレ選手と、ああいう形でシングルというのは、一度多分 G1 ではやられたことあったと思います。改めて今のバッドラックパレと戦ったような印象を。良かったですね。巨漢でしたね。ご自身的にはあそこまでのサイズの選手でもやりづらさがあったのか、それともやりやすい選手なんているんですか、企画外というか。
まあ、どの点がこう一番こう彼選手とやってみて、まあ、いややっぱりでかい力が強いっていうのは最大の武器だと思うんで、バックトラックホールだけはこうちょっと怪我したような見えたんですけど、これもらったらもう終わっちゃう、輪だけはっていうふうに、ここだけというわけではなかったですけど、まあそこは勝敗の分かれ目だったと思います。そしてちょっと今回のニュージャパンカップの、1回戦で鈴木選手、はい、2回戦でジュース・ロビンソン、はい、そして準決勝で石井選手、はい、どうしよう、まあ、本当に強豪ばっかりだったと思うんですけども、あの時柴田選手が、まあ、印象に残っている戦いがあれば。そうですね、自分はやっぱりその昨日が決勝で、一昨日が石井選手の試合だったんですけど、石井戦で何かが吹っ切れたっていうのはありましたね。本当になんかこうもやもやしてた開幕から開幕からなんかいろんな自分の中でなんか引っかかってるものが全て関係ねえなっていう、なんかそういう戦いができた、そういうものを気づかせてくれたっていうのはなんか石井選手には、感謝してますね。これだよなっていうのは、まあ、試合後にお前最高だよということはありましたけど、はい、そうですね、まあ、その通りですね、はい。ちょっと改めてですね、まあ、正式に今日、両大会のメインイベントとして岡田戦が決定しましたけれども、はい、決定してよかったです、まあ、っていうのはやっぱりちょっと昨日最後出てこなかったところがちょっと引っかかってたので、まあ、引っかかってた、そうですね、あれ選んで確実にその優勝したら挑戦できるんだ、できるんだっていうのは聞いてたんですけど、いや本当にできるんだなと今実感しております。こうどうして一夜明けて、まあ、周りの反響ですとかそういうものも結構大きい、はい、まあ、昨日はもう試合終わって蕎麦食って帰って寝て今もさっき来たって感じなので、なんかここニュージャパンカップのその記憶というか、いつどこにいてどこで試合してっていうのがもうなんか、なんか試合のスケジュールが刻みすぎてて、いつどこにいるのか分かんないような状態にはなってたんで、なんかもう本当浜松の試合なんかはもう1週間2週間ぐらい前の気分になってますけど、麻痺してます。私まだそのニュージャパンカップ、まあ、優勝という部分の実感というのはまだ、はいはい、実感はありますよ、これ取ったじゃないですか、実感あります。でしっかり両国で岡田戦が決まったそのための会見なわけでしょう、今日、うん、会見とかあまり、うん、なかったんで、なかったっていうか、慣れてないというか、こういう機会がなかったんで、まあ、そして、まあ、昨日もいろんな岡田選手に対する思い、まあ、かつて思いはね、たくさんあるよ、はい、で改めてちょっと、まあ、その部分もあると思うんですけども、はい、まあ、改めて、当初、まあ、その3、4年前にあと約束を守っている話がありましたよね、はい、リング上で約束した相手がいるって言った瞬間に、まさか同級生じゃないだろうなってみんな思ったかもしれないですけど、って言った瞬間にみんなが、うん、これを期待してたのかなっていう、俺の、うん、やろうとしていることは間違ってないなとは思いましたね、うん、まあ、柴田選手が、新日本に復帰されてから、はい、長い間、まあ、ご自身でもなかなか触れなかったというか、触れなかったですね、はい、うん、ようやくという気持ちなんでしょうか。ようやくですね、1回 G1 で戦ったことあるんですか。タッグでも数回ですよね。今
今俺4年ですか、5年ですか、ね、5年目ですかね、5年目ですか、そんぐらいですよね。4、5年で、ね、本当に数回リング上にいた時間なんてもう20分も2、30分もないんじゃないかぐらいの、なかなかこんなことってあんのかなっていう思いでずっといて、これは俺なんか言ったら言っただけ岡田から離れていくな、まあ会社が大事にし一番大事にしてる選手だから分からなくもないですけど、ここまで過保護にしていいものなのか、岡田を別に否定するわけではないんですけど、素晴らしい選手だと思いますけど、そこに、全く触れることができなかったっていうのが、もうだからずっと常に虎視眈々と喋らずに、ね、狙っておりましたね。ただね、その中で内藤がいろいろ言い出して、あ、これは許されるんだっていうのもあって、何が何だか分かんなくなってきたんですよね。やっぱりそういう部分ではプロレスって生ものだなって思ったし、やはりなんかさすが新日本プロレスだなと思いましたね。まあ、ただどうしよう、まあ、ここ、まあ、時間はかかったとはいえ、形としてはもう本当に最高の形で。そうですね、だから俺なんか3、4年何も言わず触れずに過ごしてくれて、かといえばね、出戻ってきた海賊の親分は向かい合っただけで組まれるわけじゃないですか。そういうものもね、やっぱいろいろありましたね、俺の中には。思いというか、岡田が言ったことですからね、向かい合っただけで、ね、挑戦できると思うね。ニュージャパンカップ優勝してから来い、その通りに俺はしただけです。ただ時間はめっちゃかかった。どうしよう、その、まあ、柴田選手が新日本に来た時の岡田選手のイメージ、まあ、その、2年目ぐらいに G1 で当たってると思うんですけども、その時と、まあ、今の岡田和親っていうのは、いや、それは一緒なわけないでしょう。やっぱり3年ですかね、3年の経験ってやっぱりそれなりにすごい時間があるわけですし、中学生なんかも3年やったら入学して卒業しちゃうわけですから、3年ってでかいです。岡田の3年すごいでかいと思います。やっぱ IWGP 当時も巻いてたし、今もなお巻いてるっていうその現状すげえことだし、俺にはできなかったこと。ただ俺も3年前と今は違うよっていう話です。その3年をどう過ごしてきたか、ほぼほぼ空白な3年なわけですけど、そこを、ね、俺も去年はエヴァ1年間やって、海外にも行ってイギリスにも行って学んだも、吸収するもの学んだものたくさんあったわけです。多分おそらく日本の中でも一番シングルで試合をしたと思います、去年。いつ何時誰からの挑戦も見えずに戦ってきた自負はあります。その精神というか、根本にある、ね、ライオンマーク新日本プロレスを歌っているのであれば、そこは変えてはいけないというか、変える必要ないというか、そこを大事にしなくてはいけない部分なんじゃないのかなという
象徴するベルトのベルトへの挑戦でもあり、問題提起でもあり、戦いですよね。柴田さんがこう向かい合うことで違った岡田和親を引き出せるというような気持ちがありますね、うん、だからやりたかったんですよ。岡田っていうこと、ね、ワードと IWGP っていうワードを昨日初めて言ったような気がするんですよ、はい、岡田が言ってたかもしれないですけど IWGP って初めて言ったと思うんですよ、自分の口から。だけど、まあ、この、ね、4年、5年やっぱり自分にとっての変化もあり成長もある、そこに行き着いたなと思います。はい、はい、他にご質問のある方挙手をお願いします。どうぞ。ベルト挑戦13年ぶりになるんですけどもですかね、はい、藤田さんでやっていたんですけど、はいはい、IWGP ヘビー級王座のまあ、柴田さんなりの思い入れというか思い入れがございます。やっぱり思い入れってなんかやっぱりベルトって、まあ、ベルトってどうなのかなとは思ってたんですけど、去年1年持って、まあ、まあ言ってみれば3番目のベルトですよ。3番目のベルト、そしてあとイギリスのベルト持って戦っていく中でベルトって必要ないとそれまで思ってたんですけど、なんかベルトってやっぱり大事なんだなと思いますね。いろいろなんか動かしていく中心として動かしていくものなんだなと思いましたね。象徴として新日本プロレスの象徴ですから、そこはね。まあ、その象徴を取って自分が新日本を動かしていきたいというか、動かしていきたいというか、そのなんかもうなんかもう新しい風景にしていきたいな。なんかずっと岡田なんで、俺がこの再び上がり出した時も岡田だったし、今もなお岡田対戦するね。IWGP で組まれる対戦するカードも似たような選手ばっかりで、そこになんか一つ風穴を開けたいなっていう気持ちはあります。もうそれしかないですね。はい、他にご質問がある方挙手をお願いいたします。あ、すいません。柴田さんは99年新日でデビューして、はい、まあ、一旦対談もあり、総合のリングに上がったりノアに上がったり、はい、そうした18年間を経て今18年やってた。そうですね、本当今おっしゃったように、はい、新日の象徴のベルトに行き着いたと、はい、18年間というのはどんな柴田さんの日々だったでしょうか。そうですね、なんかいや俺の18年って多分誰も真似できない18年だと思いますし、今から誰かが若いやつがやろうとか岡田がやろうとかしてもでかい確実にできないことですし、もちろん岡田がやってきた今までの何年か分かんないですけど、それは絶対無理なんですけど、俺のやってきたプロレスラーとしてやってきた18年間どこを区切ってもプロレスラーなんですよ。そこは誰も真似できないだと思います。はい、いろんな厳しい思いとか泣いたりとかそういう泣くというよりは昨日も言ったんですけど、はい、涙よりやっぱり、ね、流す涙より汗の方が美しいですよ、はい、嘘つかないですから。 はい、ありがとうございます、はい、他にご質問のある方
先ほどの IWGP の思いというのをちょっと戻るんですけどね、はい、初挑戦した13年前と比べて今と、はい、その思いの変化した部分がありますか？いや、ありますね。当時の方がもうなんか IWGP というかピンとこなかった。当時は藤田さんが持ってて強いやつが持ってる、それに挑戦できるって、何も怖いもの怖いもの知らずで挑戦して惨敗したんです。結果その恐怖を、痛みを、恐怖を知らないっていうのが一番未熟で、これこそその18年間経験っていうのはいろんな怖さだったり痛みだったり辛さだったりを経験してきた18年間だと思います。だからさっき言ったようにどこを食ってもプロレスラー柴田勝頼でいたと思うんですよ。たとえリングが違えど、だからずっとなんか点と点はずっと線でつながって、今昨日の決勝優勝につながって、両国の岡田さんにつながってるんじゃないかなと俺は思います。はい、はい、質問はよろしいでしょうか？ありましたか？昨日の試合後のコメントで、まあ、かつての新日本を知る、はい、そして現在の新日本を知っている柴田と、まあ、今の新日本の象徴である岡田選手という話も出たんですけど、その辺って改めて。そうですね、やっぱりなんだかんだ言って生え抜きっていう言葉あるじゃないですか。生え抜きにしかわからないその意地っていうものが絶対生え抜きにはあるんで、俺は一度やめてるんですけど、俺の中でずっとそのプロレスラーでいたっていうのはやっぱり、俺のなんかもともと親父の時代から流れてる血っていうのが、そもそも遺伝子が新日本プロレスなんで、生まれた時から新日本プロレスなんですよね。そこはもう何をひっくり返しても変えれないっていう、岡田と戦えることに楽しみである部分、岡田和親ですよね、岡田和親、どれだけ素の部分を引き出して試合、俺の土俵で試合してやるかっていうのが俺の中ではすごい楽しみで、どれだけ引き出せるか。あいつは多分リンメーカーとしてのプロレスラーをやってるんですよ。マスクマンじゃないけどマスクマンみたいな、うん、素でそれをやってないというか、わかんないですけど、自分で喋っててもよくわかんないですけど、なんとなくそんな感じです。違う一面を引き出せるってことですね。はい、見たことない岡田を引き出したいですね。それが嫌なんじゃないですかね、一番。だから昨日ももしかしたらいたかもしれないけど出てこなかったっていうのは考えられますよね。はい、それでは質問よろしいでしょうか？それではここで次お越しを聞かせていただきます。ありがとうございます。すいません、じゃあちょっと下の方、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、すいません、お願いします。